ばんは。お疲れ。ありがとう。なんだこれは。犬みたいなのもらった。お疲れ。犬？ありがとうございます。こんばんは。あ、猫みたいなのももらった。こんばんは。くま。中村舞です。皆さんこんばんは。中村舞です。猫と犬とくま。ありがとうございます。こんばんは。何ギフトなんだろう。ありがとう。犬派ですか猫派ですか。どっちも好きなんですけど、まあ今はワンちゃんを飼っているということで犬派ということに。ワンちゃんがね、私は実家にワンちゃんがいるので。落花生タコハートありがとうございます。犬は何駆け回り。ん？猫はこたつ。ん？丸くなるギフト。これ猫こたつに入ったんや。え、こたつじゃないよねこれ。なんか鍋みたいなに入ってない？ねむねむわんこ。それはねむねむにゃんこだ。ねむねむにゃんこ。変わった洋服着てるね。これお姉ちゃんの服。お姉ちゃんからなんか貸してって言って借りてきた服。なんか 4way だし、 2way は聞いたことあるけど 4way は初めて聞きました。なんか4種類4通りで着れるらしい。この裏返してなんか緑なんですよこれ。中が緑でも着れるし、青でも着れるし、前後ろも反対でも着れるから、フォーウェイらしい。4種類で4通りで着れるらしい。うん、リバーシブルだし、もうこのこれ前後でも、前後って言うんですか、着れるらしい。初めてね。すごいよね。ちょっとなんかね、あの前後はね、なんかね、ちょっとこれ今回すわ。服をこんな裏で回すことしたことないんですけど、なんかね。なんかこうするとなんかここが開くらしい。ほら、なんかちょっと鎖骨みたいな、なんか首輪っぽくなるらしい。こうなるらしい。なんか今服のしたことない、こんなことね。なんかでも姉的には青のこのボタンがある方がなんか好きって言ってたから、そうしましたね。緑、これなんかほら、緑らしい。中が逆になるらしい。裏返すと緑だから、この部分が、この部分も緑だ。えっ、どういうこと、全部緑になるんかな。これ初めて貸してもらったんでちょっと分かんないんですけど、裏全部緑っぽいね。そうなんですよ。どうですか、どれがタイプですか、どの着方が。これ4日続けて着ても大丈夫だね。4日続けて着ても毎日ちょっと違う服に見えるから大丈夫。
ありがとうございます。どれが好き？え、でもこれ好きよ、これこのなんかちょっとチョーカーっぽいやつ、チョーカーチックになるやつ。ハートバラありがとうございます。裏側、裏側見たいですか？原型はどれですか？全部原型です。どうやって売られてたんだろうこれ。確かになんかどの形で売られてたんでしょうね、トップ画面は。あ、でもこっちに裏返すとこの何ですか、縫い目っていうんですか、縫い目じゃない、なんていうんですか、こういうの、こういうのが出てこないのかな。裏も見たい。ちょっと着替えてこようか。ちょっと待ってくださいね。結構緑だな。あ、これは真緑だ。めちゃ緑なんだけど。すごい緑。こんなに緑なのあんまないかも。なんか違う服に見えるね。緑かわいいね。緑。なんかちょっとここら辺が余裕あるんで着やすい、動きやすいし。青なかった。同じ服なのか、同じ服だよ。ちょっと回します。回す人いないよね。おー、なるほどね。はいはいはい、こうなるらしいで。ふんふん。なんか4通りで着れるらしい。チョーカー風。シャン、すごいねこれ。隠し芸だ。後ろ見せて。後ろ、後ろはボタンがついとる。ね、すごい。どれがタイプだった？どれが好みだった？せーので言おう。せーの、せーの、青が出た方のチョークある方。お、これも好き？嬉しい。緑が好きなの？もう覚えてない。目に優しい。あー、あれですね、なんかこう画面ってまなんかあれじゃないですか、見すぎるとずっと良くないっていうから、こう画面対画面 VS 中村舞みたいな感じで、目が良くなるのか悪くなるのかどちらなのか、果たして画面に映っている緑色は目が良くなるのか悪くなるのか、謎ですけども。
原色かわいい緑。勝てるのか中村舞依知らん。今日はありがとうございます。ブルーライトに負ける？グリーンフラッシュ、グリーンフラッシュ、パシャン。そうか、つながってるよ。あ、あんま伸ばしたらお姉ちゃんに怒られるかもしれない。マフラー、リコチ。あー、でもリコチ確かに緑とか結構そういうの着てるかも。リコチは結構なんか濃い緑とか、何色着てるっけな、黄緑系とか超着てる。しかもね、リコチのすごいところは靴とかバッグも全部本当に揃えるところなんですよ。そのなんだろう、合ってるんですよね。なんかこれだけ緑とかじゃなくて、足元まで、もう帽子まで、もう全部、もう全部コーディネートちゃんとしてて、なんかその日色がちゃんと統一されてるんですよ。だからすごいなって思う。こだわってるよ、徹底されております。どこで売ってる、もう本当にどこで買ったんだろうって服めっちゃ持ってる。めっちゃ上級者よ。遠くからでも分かる、あれリコチやなってのは分かる。私はなんだろう、こだわり、特にそんなにこだわりっていうか、まあ自分に合うものを。私未だに調べるからさ、なんかその服とかもう全部そこの服のサイトを全部見て、なんかそのどうやって着てるかも全部見たり調べて、もう怖いんですよ。なんか自分のなんかファッションセンスを疑っちゃって、怖くて、なんか丸々着方みたいな、丸々に合うみたいな服みたいな、レディースみたいなで全部検索して画像を見て、あ、ありがとうございます。うん、すぐ調べる。ありがとう。マネキン買いはあんましないかもしれないけど、うん、うん、もう怖い怖い。今言ったのマネキン買い？違いますよ。マネキン買いは違いますね。なんだろう、悪魔に参考にしてるだけで、あ、こういう系で合わすのかってのを、で自分の持ってる服で合わすかな。アネキューと服の好みでも最近あんまり気にしてないですね。うん、で私あのね、服の系統がマジで定まらない人間なんですよ。なんかありませんか、なんかあんまり私が着てそうな服なくないですか。定まらないので、
いろんなの着ます。いろんなのが似合うようになりたい。可愛い系も綺麗系も。294日ね、なんかもうすぐで300日なんですね。考えればあと6日で300日だ。300日、まあ何日かは毎日チケット使ったので、全く休んでないわけではないのですが、ありがとうございます。1年見えてきた。確かに365、ほぼ毎日ありがとうございます。そうなんですよ、あと 2ヶ月ちょっとぐらい。え、待って、自分の誕生日ぐらいじゃない？そんなことはないか、4月ぐらいか。どうもありがとう。一番続いたの何日かな、わかんない。や、365日は続いたことあるんですけど、なんかもうパタンってやめてしまった時があったので、はいそうですね、ありがとう。記念配信自分でする。体調良くない時とかないの？体調良くない時あるよこの間も体調良くなくて2日連続続けて休んじゃったんだよ。毎日チケット使ったんだけど、うん、体調悪い時ありますよ。休む休む。そう、でも今無理はしてないので全然。グー大丈夫です。配信しているときに体調悪いときってあるの？どうでしょう。わからん。どうだろう。でもね、配信基本座ってやってるので。眠そう。で、そうなんですよ。もうね、でも今日はありえないくらい寝たんですよ、私。本当に、もう、すごい意味わからんぐらい寝て、何時間寝たんだろう今日。そう、夕方にお仕事があったので、そこまで、そう、もう家にずっと。いて、ハードドラマありがとうございます。
キリしてる顔寝たら調子いい。誰もありがとう。今日夢めっちゃ怖い夢見たわ。今でも覚えてる。朝は全然起きるんですよ。朝起きてでなんかご飯とか食べたりはするけどすぐ寝るんですよ。どんな怖いの夢どんな怖い夢か。うーん、なんか親がなんか犯罪を犯してで、いやこれ夢の話ですよ。で、あの私はそれを気づいてて、で通報しようかなって悩む夢でした。どうしようかな、通報しようかな。うーん重すぎる。そう、今日の夢怖すぎた。いやなんかでもなーって、親だしなーみたいな、通報しよっかな、でもなんか通報バレたら怖いしなみたいな。そんな夢見たことない。私なんか意味わからん夢ばっかり見るんで。ありがとう。寝る前に何見たか覚えてないな。寝る前ほんわかしたのしか私見ないようにしてます。はい、タコありがとうございます。私あの基本ほんわか系しか見ないようにしてるんですよ。何事もなんか笑う系、もう笑顔しか使わない、笑顔しか笑う感情しか使わないものしか見ないようにしてるんで基本。ほんわかしたのしか見ない。お笑い、うん、徹底的に怖いやつ見ない。抜け出せないんですよ。動物の動画とかばっかり見てる動物の動画。うん、癒される。動物が癒されるよ。ゾンビ？私親がゾンビとかになったら私もゾンビになるよ。あ、今日なんかゾンビっぽい。あゾンビになるよ。みんなでゾンビになれば怖くないよね。カッパ？今日の私？皿ないかな？皿がないとカッパとは言えん。
皿がこの部屋にはない。これはカッパだ。これ皿ではないんですけど、皿っぽいものを、カッパ寿司。ここにお寿司を。小さめ。ほんとこっちの方が見える。カッパに見えてきた。お皿、僕のお皿かそうか。え、カッパがいる。カッパがいます。似合う、ありがとう。くちばし、くちばしはなくてですね、唇がありますよ。唇。これめっちゃいい匂いするな。どう？カッパに見える。何の匂い？なんか唇パックの匂いなんですよ。カッパ。いやね、昨日カッパじゃなくてね、あ、そうだ、なんか節分の話をしてて、鬼になりたいなと思って、その後あの配信終わった後鬼のコスプレを調べたんですけど、マジで鬼のコスプレってなくて、なんかセクシーなのしかないんですよ。なんか上下分かれてる下着みたいな鬼みたいな、なんかなんて言うんですか、あの鬼のさ、こう黄色と黒のさ、こうしましまの柄みたいなあるじゃん、あれのセクシーなラムちゃん、なんかすごいセクシーなね、もう本当にもう露出が激しいやつしかなくて、いやこれはいかんと思って。うん、マジで鬼のコスプレって少ないやなと思って。なんてこった、コンプラ違反。そうです、コンプライアンス守ります。セクシーよ。い、犬ありがとうございます。学んでください。学生ありがとう。守ります。あんまりそわそわしないで、あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番好きよ、好きよ、好きよ、うふん、好きよ、好きよ、好きよ、うふん、好きよ、好きよ、好きよ、うふんってやつだよね。あれ、こんなやつじゃなかったっけ。そうだよね。
なんで知ってるの？え？わかんない。なんで知ってるんだろう。有名じゃないですか。かなり前のアニメ。ああ、そうなのか。少し感動。なんでなんだろう。なんかでもさ、なんで知ってるんだろうみたいなものないですか、よく。なんかで知ったんだと思う。なんか、まあ今はなんかネットとかもうすごい時代ですから。親の影響？あー、うちのお母さんはコートでは、なんだっけ、あのあれ、コートでは誰も一人きりみたいなやつ、なんだっけ、あれなんだっけ、あ、エースを狙えか、お蝶夫人が出てくるやつです、エースを狙えとか。うちのお母さんそれをアタックナンバーワン、え、なんかドラマやってました。私もエースを狙えはすごい見直したっていうか、見直したってたら変か、なんかめっちゃ見ました。あの普通に中学生高校生ぐらいになってから見ました、全部。アタック、アタック、アタックナンバーワン、あれこんなんじゃなかったっけ。テニスはしなかったの。いや、マジでテニスハマりそうだったの。そう、あのそのあれ見て、エースの狙い見て、もうめっちゃテニスもうハマりそうだったけど、私へ下手なんです。もう本当に下手すぎて、軟式じゃない、私が挑戦したのは公式テニスなんですけど、あれ公式だよね多分。下手なんですよ、もうありえないくらい下手で。もう本当に、足らない。でもなんかテニス着着たい、テニス着着て、私形から入るタイプだからね。黄色い球のやつ、そうですよ。なんか思ったよりも公式テニスはちょっと当てただけでめっちゃ飛ぶんですよね。もうなんかなんだろう、なんかなんて言うんですか、あのプロのテニスプレイヤーを見ていたら、もうめっちゃもうこうやってバーン、バーンって打つんですよ。だから私も真似して打ったら、もう野球のホームランみたいに見えちゃう。ヒュー、すっごい飛ぶんですよ。しコントロールが難しい。コントに入らない。そうだよ、サーブでね。サーブで入らない。
ダメダメダメ。バレーボールはやってた、やってたって言っても体育だわ。できるよ、これしかできないけど。バレエやりたい、あのクラシックじゃない方のバレエもやりたい。でもバレエって一人じゃできないじゃないですか。バレエ部作らないと。やりたい。強い部活？何部があったんだっけ？私の学校？うん、分からんわ。部活。私に部活のことを聞いてはいけません。本当に答えられない。水泳、野球、吹奏楽あったよ。バスケもあった。なんか一回バスケ部の部活のマネージャーさんに入ってくれないって言われて、なんか誘われたんですよ、高校生の時に。バスケのマネージャーさんお願いしたいんだけどって言われて、ですごい興味はあったんですけど、私はなんかそもそも多分マネージャー業向いてないだろうなって思ってで私のマネージャーが欲しいくらいだわと思ってそう断っちゃいました。私の方がマネージャー欲しいわって言って。でそう、うん、多分ね向いてないと思うんだ、自分でちょっと思うんですけど。なぜお誘いが来たのか、私部活にそもそもそんな入ってなくて、入ってなかったわけじゃないんですけど、その週一の部活だったので、そうなんか運動部とかなんかこう毎日行ってるって感じじゃない人だったので。放送部は週一だよ。見てないよマネージャー。いやすごいよマネージャーさん、本当にやってる子たち大変だろうなね。まいちゃんのマネージャー大変。まいちゃんのマネージャー大変だよ。もうまいちゃんマネージャー欲しいもん。ちょっと欲しいよ、募集。私もマネージャー欲しい。マネージャー、マネージメントしてください。私のうえマネージャーっていうか、あのあれがいいです。なんかあの執事お願いします。大変そう。
筋。うん、お願いします。え、マジでいたらおんぶしてほしい。私おんぶ大好き。なんかおんぶしてほしい。おんぶで移動したい。おんぶしてほしい、めっちゃ。うわ、あとは一緒にシーソーに乗ってほしい。マジでシーソーって一人じゃ乗れないんですよ。二人いないと乗れないんですよ、シーソー。だからなんか私この間公園でシーソー乗りたかったけど誰もいなくて、うん、本当になんか誰かに乗ってもらいたいなって思うぐらい迷ったけど、そんな勇気もなくて。シーソー係。真ん中に乗る。一人でこうやって違う違う、ダメダメ。シーソー、子供。いや私子供大好きなんですよ。なんで子供と遊びたいんですけど、やっぱ声かけちゃダメですか？あの不審者みたいに思われる。だから小学校とかでさ、なんかあそこに不審者が出たので皆さん気をつけるようにとか、なんか放送とかされたらもう困るから。緑の服を着た。緑の服を着た。ちっちゃい子好きだな。何歳、何歳だろう、何歳ぐらいかな、わかんない。何歳でも好きかも。何歳でも好きかもって言ったらなんか変だな。めちゃめちゃちっちゃい赤ちゃんも好きだし、本当にわんぱくな走り回る子供たちも好きだし、一緒に遊びたい。保育士になればいいのに。うーん、またなんかそれとは違うんですよ。なんだろう、なんか好きなことをお仕事にするって、なんだろう、すごく素敵なことだと思うんですけど、好きなことだからこそお仕事にしたくないみたいなのもないですか？なんか好き、やっぱ仕事になると責任とかいろんなことが出てくるから、なんか好きでいたいみたいな、そのままもうこの好きでいたいみたいな。だから私なんか料理とかも好きだけど、料理人になりたいかって言われたらうーんって思うし、なんか難しいですよね。なんか好きだからこそ耐えられるけどみたいな、でもなんか嫌いになる可能性だってあるじゃないですか、お仕事にしたら。なんか嫌だなみたいなことも増えるかもしれないじゃないですか。マジでそのこのなんていうんですか、これが難しい。そうだから本当に好きなことを仕事にするのって大変だし難しい
でもすごく素敵なこと。アイドルは、アイドルはでも私の中で結局最終的には好きが勝ち越すと言いますか、なんだろう、そうですね、まあだってこんなに続けることができてるし、ありがとうございます。ありがとうございます。気がしなければいいので、難しいですよ世の中の皆さん。お仕事全員好きなことをお仕事にできてるかって言われたら多分違うだろうし、難しいですよね本当に。でも私はなんだろう、アイドルしててよかったなって思うことはたくさんありますけど、ありがとうございます。仕事してたら好きになった、いいねいいねいいね、悩むこと多いですか多いですでもあのマジでなんだろう、悩むのはまあもうそれはそれでいいことなのかなと思いますね。なんか多分よくしようと思って悩んでるんだと思うから、皆さんも悩んでください。いる、ありがとうございます。前向きな悩み、悩みますよ、まあ、悩まない人きっといないですよ。なんか人生相談みたいになったじゃないですか「マイキュー見て抹茶が食べたくなった」、もう抹茶っぽいから。なんかこう葉っぱに包まれてるみたいじゃん。マイのお悩み相談？じゃあマイが悩みを相談してもいいんですか？相談乗るの好きですか？え、でも話聞くの好きです。悩み事ないの？悩み事？なんかあるけど秘密表で言えるのはそうだな、生誕 T を今考えてるんですけど
生誕ティーをどうしようかなっていう悩みが今その言えるのはこれかな秘密。あと7代目は秘密。言って。でもね、なんか悩み、結局悩んでも、ま、なんかいろんな人の意見を聞いて自分の気持ちが揺らいだりはするんだけども、でも結局決めるのは自分でさ、多分その自分の今持ってる悩みはあんま人に聞くものではないかなと思ってて、うん、なんだろうな、自分が、でも自分の中でもう正解は決まってるんですけど、でもなんかね、まあ難しいですよね、いろんな悩みがある。相談する時点で決まってる。え、あるよ、めっちゃ本当に。マジでなんかなんか今日パスタとラーメンどっちがいい？パスタ。なんでラーメンじゃないみたいな決まってるのに聞くときあるよ。多分同調欲しいんだろうねちょっと今の例はちょっと違うけど、これとこっちの服とこっちの服どっちがいい？こっち。私はこっちの方が好きなんだけどなみたいなじゃあそっちにしろやって言われる。そういう時はどうするか。なんか服の例で言うと、こっちの服とこっちの服どっちが好きって言ったら、あ、こっちだったらこうやって着るし、こっちだったらこうやって着たら可愛いから、選べんけど、まあ、こうやって着るかなみたいな着方も提案するかも。逆、もうなんかどっちって言わないかも。か、なんか自分こっちも可愛いと思うけど、こっちはこうやって着た方が可愛いと思うみたいな感じで言うかもか、本当にもうあなたはこっちでしょだったら、こっち、絶対こっちって言うと思う。聞いてくる人に合わせます。でもなんかコッコさんが多分そっちのタイプだな。コッコさんが、まいちゃんは絶対こっちの色の方が似合うよって言ってくれるから、なんか決めれたりするかも。私優柔不断なんで。今日四国、あ、四国カラー、確かに愛媛の形になっとこう。愛媛は逆さまじゃない、裏返したプーマなんですよ。プーマの形。そう、愛媛の形を思い出すときは裏返しのプーマ。初めて聞いた、見てみてください。愛媛マジでプーマっぽいんで。そう、似てない？松山はどの辺？ここ。ここが今治で、こっちに行けば広島ここから橋が出てて、こう、ここからこっち側が高知これで今度から言えるわ。愛媛のどの辺ですか？本当ですね、この辺ですこうやって説明する。
体で表す。ありがとうございます。四国中央市はですね、こっちですね、このこっちに香川、ここ四国中央市って名の通り四国の中央らへんにあるんですよ。すごすぎん？うん、ありがとうございます。そうそうそう、香川の、そうそう、隣。愛媛の市全部言える？どうなんだろう。でもさ、なんか多分こう、何ですか、前から前はこの市だったけど統合されたみたいなのがあったりするからちょっと自信ないんですけど、全部一応知ってるから言えるんかな、わからん。でもね、小学校の時テストあったんよ。ある？普通になんかさ、愛媛の市全部書くみたいなテストなかったですか？愛媛じゃないけど、なんか多分皆さん住んでるなんか県のそういうテストとかなかったですか？私愛媛住んでる時ありました。〇〇市、〇〇市って全部市書くテストない？覚えてない。私なんかあったんですよ、全部覚えるみたいな。そう、広島はちょっとね難しい。あんまりなんかわかるけど自分からなんか言うのむずいかも。小学生の時にやったのかな。東京23区あるんですか？東京、東京の方あるんですか？23区言うみたいなの。山手線書くみたいなのない。自然と覚えるもん。山手線、私には分からんよ。五反田なら知ってるよ。五反田って、なんであの感じで五反田って読むんだって思った思い出あるもん。五反田ってみたいな、なんでそんな感じで五反田みたいな。五反田は知ってるよ。絶妙なの？チョイス？次は五反田、五反田でーす。品川もわかるよ。難しい。でもちょっと東京は難しいですね。Next stop is 五反田。こんな感じだよね。何回か乗ったことある。ゲートウェイ、わかる？高輪ゲートウェイみたいなやつでしょ。でもちょっと難しい。
あ、新しい駅なんだ。そうなんだ。物知り？いやいや全然だよ。行ったことねないわけじゃないんです。あるんですけど、そんなに何回も行ったわけじゃなくて、本当にお仕事で乗ったことがある。結構前に。三軒茶屋わかりますよ。聞いたことある。それ山手線。いや知らん知らん、知らんのんよ。地名クイズ。吉祥寺わかりますよ、なんとなく。三茶かわいい。三茶あれも知ってます。田園調布なんか読み方がかわいい、かわいいっていうか、なんか お嬢感があって覚えました。田園調布。高級なの。もう本当になんか乗る機会がそんななくて、何ぬくしなぬくしなって何。ぬくしな、ぬくしなって合ってる。新幹線の駅覚えてますよ。寝てるから覚えてない。そんなことないよ。感想。名古屋と、名古屋から横浜までの時間が長いじゃあそこめっちゃ寝る長いです。新横浜かの感想だって。アイス食べたことあるよ。でも私あのアイスの人呼び止めるのめっちゃ緊張するんだよね。なんか特に奥の席だったら、C 席だったら全然ね行けるんだけど、 A 席からあの女の人、こうやって来る女の人に声かけるのめちゃめちゃなんか勇気いるよね。ああみたいな、すいませんみたいな。あ、なんだっけ、なんちゃらアイス、めっちゃ硬いけど、あの温めたら温めて食べます。温めるっていうかこうちょっと置いて食べます。スジャータ。じっと目を見る、はあ、こう見上げるんですね。だって座ってるからさ。わざと硬いんだって。なんで？溶けないようにしてるの？
硬い、あのアイス硬いけど美味しい。挙手？でもなんか自分が例えば A 席にいて C 席がメンバーだったら C 席のメンバーに呼びそべてもらうかも。えちょっとあの来たらちょっとみたいな。A 席はちょっとあまりにも遠すぎる。親戚プレッシャー感じてるの。私が好きなのはね、二人席の方の奥側が好き。猫ありがとうございます。どっちだろう、 D か E か分からんけど。いい席か、いい席、いいいい席、いいです。いい、ありがとう。いい、北海道行った時は、私真ん中の席でした。北海道行った時、荷物をね、行きが真ん中で帰りが通路側だった。だから帰りはめっちゃこうやってみんなの荷物を入れる。新幹線じゃないです、飛行機です。隣はマヒナさん。でマヒナさんが面白すぎて、なんかちょっとマヒナさんがめっちゃ面白かったんですよ。なんかすごい面白くて、マヒナさんもう面白い。隣マヒナさんだった。面白かった。なんかマヒナさんいろいろとなんかいろいろとあったんですよ。もう不幸続きだったんですよ、マヒナさんが。なんかその前日からその当日も全部なんかいろんななんかちょっとなんかちょっといろいろあったのよ。でマヒナさんにとってマイナスなことが、でそしたらなんかもう帰りの新幹線でマヒナさんがめちゃく新幹線じゃない飛行機でマヒナさんがめちゃくちゃ萎えてて、なんかどうしようみたいな感じで、ほんとこんな感じで どうしようみたいな。そら急になんか祈り始めて、こうやってなんか今からなんか神に祈るとかって言って、こうやって祈り始めて、なんか一人でブツブツ言い始めて、飛行機の中でなんかいつも悪いことしてごめんなさいみたいな、許してくださいずっと神になんか祈ってて、もうなんかしませんみたいな、もうなんか許してくださいずっと祈ってて、なんかマヒナさん隣で祈ってるし、いやなんかねその光景がちょっとなんか見ない光景すぎて、なんかありがとうございます。
気になって眠れない。いやちょっとこれまひなさんの言いたいんですけど、ちょっとまひなさんに許可も取らないといけないしっていう。そう祈ってた。 Q さんも懺悔なんかあるかな。ああいつも家出るときになんか傘立てをいつも倒していくんですよぶつかってでも時間がないからいつも傘立てもバーンって倒したまま出かけるんですけど、すいません懺悔しますなんか急いでたらやばい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 傘立てが倒れるんですよ。あの家の中にあるんですよ、玄関にそう傘立てがね、あ私ねでも毎回傘立て倒すんだけど帰ってきたら倒れてる時あるわ。でも大体ね戻ってるんだよね。姉貴が直してくれてるのかも。姉貴に言え神には言ってもダメ。懺悔カフェオレ倒してなかった。カフェオレ倒した、倒したっていうかこぼした。そうなんですよ、そうあれはそう。でもなんか新しいのもらいました。傘立てをなんか違うんですよ、こう倒そうと思ってるんじゃなくてなんかバッグとかが引っかかるんですよ、こう持ってた。そう、それででもなんか傘立てをその起こしてる暇もないぐらい朝急いでて、でやばいやばい倒したわと思って、もうでもちょっともう時間ないけ行くしかない。あと最近なんかおっちょこちょいじゃないけどなんか変なこといいんだよね。なんかエレベーターが4つある建物があって 1,2,3,4 ピンポンって押したらどのエレベーターが来るか分かんないじゃないですか。でそのエレベーターがポーンってなったから、あ来たと思って行ったら頭ぶつけてドアのとこに隣のエレベーターが開いてたんですよ。もう頭ガーンって一人でぶつけて、で全然違うエレベーターの方にあの突進してって、でなんか何してんだと思って自分めっちゃ恥ずかしくて、えそうランプつくのにそのなんかランプも見ずになんかぼーっとしてダメだ最近ね、そんな人見たことない。いるよたまに。めっちゃ周り確認した、私しかいなくてよかった。疲れてるの？ぼーっとしてる。監視カメラ？あ、でも私最近なんか監視カメラじゃないけどカメラがあったらピースするようにしてます。なんかね、あのなんかミリタンがなんか家訪ねてきた時になんか
映るやつにこうやってピースしてたんですよ。それ以来それやるの可愛いなと思って、なんかカメラがあったら全部ピースするようにしてます。イエイ。やばい？やばいけど、でもなんかやばいかな。いやでもなんか別になんかその長時間やってるわけじゃなくて、なんか一瞬ですよ、こうやってイエーイって。やめてくれって人が、いや、なんでですか？もしかして監視カメラの人ですか？なんかでもエレベーターの監視カメラはめっちゃ見ちゃうかも。ありがとうございます。どんな顔で見るん、こうやって。これが監視カメラとしたら、こう上の方にこうあって、じーんと見とく。怖い？幽霊だと思う？通報？でもずっと監視してるのかな。あんま監視してない、してないわけじゃないと思うけど、監視台ってこういっぱいあるじゃないですか。だからそこをずっと監視してるわけじゃないんじゃないですかね。こう全体でこう俯瞰して見てるんじゃないですか、いっぱい画面を。そこだけに多分集中してないよ。あれ録画されてるんだ。何かあった時に警察に提供される。まあ、害はないですからね、大丈夫です。害はないです。悪いこともしてません。なんか変な人だと思われる？ピース、ピースしましょう。あれはしないよ。体温測るやつ。最近体温測るやつさ、なんか外寒いじゃんか。だからさ、出てきたらさ、出てきたらっていうかさ、室内に入って体温測ってもさ、34度とかが、なんかすごい、もうすごい低体温更新されていきます。あるあるだよね、冬さ、すぐにエラーなるよね。ひひ、30度だった。30度やばい。
LO、 え LO ってさ何なんですか、どういう意味なんですか、あのピってやるやつってさ LO って出たら LO って何なんですか、あれありがとうございます。低いって意味、LO LOW じゃなくて LO LOW だったら LO だけだったらどういう意味なんだろう、なんでそれも低いって意味なのか、あ、ハイは HI なの、あ、W 短縮、そうなんや、 LO 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 いつもなる、ラブ LOVE、 ラブ、体温計そうから体温上がるね熱早53分だった。体温？うん、早かった。びっくり。もう、え？早いよね、時間経つの早くないね、2月だからか、早すぎ、マイケルの平熱何度か、個人情報といてありがとうございます、嘘です。もう割と低いと思うんですけど。毎日日によって体温変わる。明日ツインテールの日だって。明日はツインテールの日らしい。な、それでは明日はツインテールで集まるように。いいですか、明日は皆さん忘れないようにツインテールとメモっといてください、ツインテール入れ、全員ツインテールでドリスコードツインテールですよ皆さん、いやだじゃあ普通で許そう、依頼です
なんかツインテールの写真あったかななんかちょっと前にね高めのツインテールやったんですよ。あの画像全部消えちゃってさ残ってないんだよね。ちょっと過去のを遡ります。なんかあったかなツインテールしてたやつ。12月1月の写真が全部消えちゃったのでほぼ消えた。明日するしかないな。ほんと団長、団長呼ぶしかないな。ちょっと待ってね。タロスさん、おいでませ元気さん、お金持ち先生さん、刀剣太郎くんさん、まあ、ゆうたみさん、東京のスナンさん、シンジさん、水軍スピリットさん、くまねパパさん、イクサさん、アサカさん、ホフマンさん、アーリーさん、ありがとうございます。風邪ひかないでね、みんなもね。ありがとう。みんなも、待って何分 ?57 です。ただいま。58。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、2月もよろしく、2月もよろしくお願いします。四国の公園に、ツアーに、そう、2月も、ステージがあるのが本当に楽しみです。そしてなんと2月はお話し会が3回かなあります。あと抽選会もある。なんかありがとう。うんうん、そうなんです。こっち向いてイエーイイエーイありがとう。おやすみなさい。完売、あ、そうなんですよ。ありがとうございます。嬉しい。まさかまさかの。今ね、あと30秒ぐらいかな。皆さん、明日も、あ、何曜日明日？水曜日。水曜日も頑張りましょう。水曜日だと？むむむむ。折り返し地点？おやすみなさいませ。みんな明日も、元気に笑顔で。おやすみ。おやすみ。